現場の女子更衣室だな、ついでに隣の男子更衣室も見ておくわ、それと他のみんなからも何か情報が得られるかもしれないなと。ほいってことで気になる場所全部見ていくよ。あ、ひふみ、いや、ピラリラリン、山田は犯人の証拠を発見したんやろ。何、どうしたの、またパラメーターが上がったぞよ。なんだいなんだい、何見つけた、そいつはまだ言えねえがな、そうに決まっている、だとこれは確実に犯人の息の呑みを止める証拠のはずだ。本当かな、そうそう、確かセレスの者も何か目撃したとか言っていましたっけ。目撃って何を教えてくれませんでした。好きな子いじめですかね。どう思います、すんごいポジティブだね。いいと思うよひふみ、そうね、きっと好きなんだよ、セレスちゃんは君のこと好きなんだ、よかったね。寄宿舎の倉庫、確かあそこにいたような、いなかったような、なるほど、じゃあ倉庫調べろってことだね、セレスちゃんの話を聞きにね。まず男子更衣室行くわ。おい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 、あれは謎のシミ、あれだね、血とは違って後の方がリアルだね。ちょっと、あ、おい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 、あれこのポスターって女子に人気のアイドルグループトルネード、やっぱこれさ鼻開いてんじゃない、鼻なんか男子更衣室にはふさわしくない感じだな、やっぱそうそうだ、ほらほらほら、男子更衣室なのにさ男子人気アイドルのポスターが貼ってあって、で女子更衣室の方にはなんかエッチなやつが貼ってあるんだ、なんか隠してる、一応プールも見とくか、めちゃくちゃ怪しいロッカーが、ここのロッカーに事件に関係ありそうなものなーし、で女子の方も行くと、えい、やっぱなんか隠してる気がするんだけど、あっ、えっ、あっ、ん、2つの今ビビッと2つ思いついたよ、1つがやっぱここには穴が開いている説、一生懸命ポスターで貼って隠したんだけど、それがうかつで反対になっちゃった、あなたはこの間音が鳴ったあのマシンガンで穴が開いた、マシンガンの弾がここに届くかは分かんない、二つ目、多分こっちの方が有力、殺人は男子更衣室で起きて血がついちゃったんだよ、だからこっちに血がついてるのおかしいよねって言われちゃうからわざわざ反対にさ、で本当はカーペットもあの後怪しいじゃん、慎重したかったんだろうけどこっちにも血が十分ついちゃって、なんでだから、まあ、交換できなかった、まあカーペットのシミはギリギリさコーヒーの跡とかっていう風に言えるからかな、俺って巨乳アイドルのグラビアのポスターだったんだ、いやそうだって、本当に高校生か、最初に目言ってもいいでしょ、なんだか女子更衣室にはふさわしくない感じだけど、でも待てよ、そういえば向こう側の更衣室のポスターってこれって変だ、どう考えても変だ、男子更衣室のポスターは女子に大人気のアイドルグループで、女子更衣室のポスターは男子に人気の巨乳アイドルなんで、ひょっとしてポスターが入れ替えられている、うん、そうなんだろうよ、うん、誰か更衣室に詳しい人に確認してみた方がいいかもな、更衣室に詳しい人なんてこの世にいるのかしら、うん、更衣室に詳しい人、ちーちゃんどうやって男子更衣室に入ったか、桑田くんのあのチェート手帳を使った、もしくは彼女は彼だったかだね、あ、脱がしたい脱がしたいよちーちゃん、ごめん、脱がしたいだってあんなにだって、そうだよそうだよ、男なら全部ついつむかっちゃうんだ、一緒にプールに行きたがらなかったことも、トレーニングしたがらなかったことも、深夜にわざわざ人を避けながらやったことも、ジェノサイダーショーってこれまで男しか殺してないんだよね。そう、男しか殺してないんだよ。流したい。お前、これだけ切り抜くとただの変態みたいだけど、すごい流したい。すごい流したい。京子ちゃんの話聞こう。大体ね。だけど。
だけど私はもう行かないと。捜査以外にやらなくちゃいけないこともある。なん怪しいって。なんなんほんとみんなさ、揃えも揃って。東上くんもさ、ね、キリギリさんも捜査以外にやらないといけないこと。人死んでんだよ。それ以上に、ハニーミッケよりも優先することなくない？そう。あなたが気にすることじゃない。あなたはこの事件に集中していればいい。なに。じゃあ、最後に一つだけ教えてあげる。藤崎さんの死体をよく調べ直してみなさい。それと、藤崎さんの電子生徒手帳がなくなっている。その行方を突き止めておいた方がいいかもね。じゃあね。それだけ。検討を祈るわ。いやと本当にそれだけ言って、キリギリさんは女子更衣室を後にした。死体を調べ直してみろ。え、ちょっと、脱がそうよ。脱が、どっちなの？どうしよう、今女子更衣室、女性のさくらちゃんもいるし、男性のモノコもいる。脱がせづらい。詳しくって言われても、僕なんかじゃ限度はありそう。いや、もうベタベタ触るんだよ、ベタベタ。もうしょうがないから。しょうがないんだ。もしかしたら中には、知らない方が良かったとか、まあ、もしくは複雑な気持ちになるとか、わからない。何が起こるかわかんないけど、でもやっぱ真実を知るには調査しかないよね。と、はい。藤崎さんの両手、ロープのようなもので結ばれている。はい。このロープを使って貼り付け状態に吊るされているみたいだ。うん。で、あれ？白夜？トガミ白夜？あれ？なんで？延長コードだよね、多分。でも冷静になって考えてみると、気になるのはそれだけじゃない。藤崎さんの致命傷って、この頭部の打撃なんだよ。どれだ？つまり頭部を殴られて殺されたってことだよね。ああ、そっか。ガンってダンベルでやられたんだよな。やっぱジェノサイダーショーの殺人方法とは違うんだよな。ハサミで大事なさ、血管を切ってしまうのがジェノサイダーショーのやることじゃん。貼り付けの件といい、致命傷の件といい。最初に見た時は特に違和感はなかったけど、ジェノサイダーの資料を見た後で調べてみると、どうも引っかかる。全然違うやん。てかさ、トガミ怪しくない？だって、あんだけ語ったんだよ。僕はジェノサイダーショーのファンなので、特徴を見つけた。一つが、チミドロフィーバーと大きく書くこと。そして二つ目が、貼り付けに必ずされていることだ。って言ったじゃん。ハサミで殺されてるっての、普通気づくし言わない？全部この特徴的なハサミで行われてるっての特徴としてあるじゃん。これはやっぱ、都合が悪かったから言わなかったんだよね。トガミにとってその共通点見つけてほしくなかったんだ。つまりやっぱこのハンコは模倣犯に過ぎないよね。これってどういうこと？模倣犯にしても本物がやったんでは絶対ないじゃん。ハサミがないから特徴的な。でトガミでもない気がするけどね。だってトガミが本当にガチ恋勢で模倣したらもっと完璧にやるじゃん。それこそハサミを持ってきて模倣しきれてない。全然。全然違う。無理やり、チミドロフィーバーに寄せようとしてる感じがある。でも、貼り付けの件は、やっぱドガミとかじゃないと知らないから。とにかく、その謎の答えにつながりそうなのは、藤崎さんの貼り付けに使われているロープのようなものの正体だ。これに関してはもう一度、あの場所に行って調べてみた方がいいかも。ついでにもう一度だけ、例の事件ファイルも見ておきたい。ああね。図書室に行けと。はい。任して。深川さんよくわかんない。で、深川さんはさ、本物だと思うんだけどな。ジェノサイダーショーのプロファイリングに一致するから。本当に、ジェノサイダーショー、本物がここにいるのであればね。彼女が一番それっぽいけど。として、トガミの犯行でもないよね、絶対。模倣するならもっとちゃんとやるよね。だからよくわかんない。ピロリロリン。
山田は犯人の証拠を発見したんやろ。またパラメーターが上がったぞよ。なこいつももったいぶって見せてくれない。そいつはまだ言えねえが、ただこれは確実に犯人の息の根を止める証拠のはずだ。これいつ見せてくれるんだこれ。でもさっき言ったことだな。でもね、この部屋から出られないんだよな。話してみるか。もみさんってよく女子更衣室でトレーニングしているんだよ。ああ、そうか、更衣室のことに詳しい人か。ここが使えるようになって以来ほぼ毎日来ている。たまたま朝日奈にも付き合ってもらってな。だったら聞きたいんだけど、女子更衣室と男子更衣室のポスターって入れ替わったりしないかな。すまない。すまんが記憶にない。まあそうだよね。ポスターなら注意して見たことがない。まあそう、興味ないと景色だよね。ただのされどこの更衣室に関して言えば少々気にかかることがある。我はトレーニング後にプロテインコーヒーを愛飲しているのだが、プロテイン、ああ倉庫にな。安物だが我慢するほかない。あるまい、倉庫にある。ほいほいほい。それでプロテインコーヒーを作りトレーニング後に飲んでいるのだが、先日それをカーペットにこぼしてしまって、その際にシミを作ってしまった。おい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 、さくらちゃん、おいさくらちゃん、つまり男子更衣室と女子更衣室のカーペットも入れ替わってる。え、めっちゃ男子更衣室でさ殺人行われたくさくない？でもまだわかんないよ。ちょうどいい感じにこの女子更衣室のカーペットのプロテインコーヒーをこぼしたところに血が付着したかもしれないから。でもここの女子更衣室のカーペットにはシミなんてないみたい。いやくっきりとあるじゃん、血のシミがよ。なげくん何見てるんだよ。何を。そうだ、我もさっき気づいたのだが、その君が消えてしまって。あ、上書きされたわけじゃない、血だまりで。うん、おそらく誰かが掃除したのだろうが、それに関してはやけに綺麗だと思わんか。まるで最初からシミなんてなかったかのようだ。でも分かることあるです。さくらちゃんさ、ちょっと男子更衣室来てくれない？ちょっとクンカクンカしてもらってさ、コーヒーの匂いしないこれ。すまない。ちょっと、来てくれない？我が作ったはずのプロテインコーヒーのシミが気にかかる。ちょっと、ね、男子更衣室に連れ込みたいね。さくらちゃんを男子更衣室に連れ込んで、匂いを嗅がせたい。危ない状況でしかないんだけど。これコーヒーの匂いがする気がするんだよ。違う？さくらちゃん恥ずかしがっちゃう。もう恥ずかしがってる場合じゃないんだよ。殺人が起きてんだよ。出てみる。あ、よかった、出れるようになった。セレスさん、こんなところで何してるの？このサークはすごいところですわね。いろんな生活必需品が揃っておりますわ。食料品からジャージや頼れるまで、よりどり緑ですわね。のことより、セレスさんは事件に関する手がかりを見つけた？そんな、やはりお聞きになるのですね。やはり、いやそりゃサミの気にするに決まってる。じゃあ何か知ってるんだね。では特別にあなただけに教えてあげましょう。ケンピのこと好き？ケンピ、モテて困っちゃうな、ほんとに。モテて困っちゃう。え、なに、僕だけですか？いいっすけど、二人だけの秘密ね。そういうの重要よね。何？私、昨晩見かけたのです、この倉庫で藤崎さんの姿を。僕だけに話してくれるんだ。確かにひふみんに話してなかったもんね。なるほどね。今度クロワッサンあげるよ。黒いね。ええ、うん、あれは夜時間になる直前のことでしたわ。あら、こんな時間にこんな場所で何をなさっているのですか？めちゃくちゃ可愛い。うん、ちょっと、めちゃくちゃ可愛い。トレーニングでも始めるおつもりですか？え、なんでわかったの？なんだこれ、何？柔道着じゃないか。なんだこれ、なんか持ってる。スポーツバッグからはみ出していますわよ。うん、青いジャージの袖が。青いジャージ、本当だ、ありがとう。うん、じゃあ急いでるから行くね。急いで、やっぱ急ぐわけないんだよ、こんな風に。だってもう夜時間なんだよ。
もう門限とかさ、いろいろ度外視じゃんか。急いでるっていう風にわざわざ言ってるってことは、誰かとやっぱ待ち合わせしてたんだ。ああ、そっか。彼女は慌ててジャージをバッグにしまっていました。まるで隠しているように。そして、そのまま出て行ってしまわれましたわ。そうですわね。私はてっきりトレーニングに行くのは早朝だとばかり思っていたのですが、どうやら彼女は夜時間のルールを無視して、その足でトレーニングに向かったようですね。相手は怪しい、わかる。ねえ、ルールを無視するから、こんなことになったのです。自業自得ですわね。藤崎さんはやっぱり、こっそりトレーニングするために女子更衣室に行った。だからわざわざ夜時間に。だけど変だな。あの現場にはセレスさんが見たジャージもバッグも残されてなかった。焼却炉なんじゃない？お約束の。やっぱ証拠隠滅といえばさ、焼却炉じゃん。廃棄されてんじゃない？やっぱまたこう袖が残ってたりするんじゃないか。おい、見に行った方がいいよ。犯人が証拠隠滅したってことか。ああ、めっちゃ、見て見て見て、ほらほらほら。これ見よがしに延長コード。事件に関係ありそうなもの。いや、めっちゃあるやん。見なよ、ちゃんと。ちゃんと見て。机の上にはみっちりと埃が詰まっている。事件に関係ありそうなもの。いや、あるじゃん。めっちゃあるじゃん。どうして節穴なの？お前の目は。じゃあ、あれ、スイッチが入らない。そっか、電源が入ってないんだ。この距離だと電気スタンドのコードがコンセントまで届かない。でも周り見た時は電気スタンドはこの位置で使われていたような。戸上くんが使ってたね。めっちゃ使ってたよねこれね。延長コードを使っていたんだ。でもその延長コードは今はない。もう真っ暗じゃんね。鏡真っ黒黒すけ。じゃあもしかして、いや、もう真っ黒黒すけだよ。なんか多分殺人は誰かが起こしたんでしょ。それをジェノサイダーショーのせいに見せようとしたのは戸上くんだと思うんだよね。怪しすぎる。言動といい、隠してることといい、彼しか知らなかった延長コードのことといい。で、じゃあもう一回ジェノサイダーショーのやつ見るか。確かこの辺。あれ？え？誰だよ？誰？いや、トガミしかいないね。トガミしかいないじゃん、こんなの。やられちゃったな。証拠になったのに。トガミくん以外に考えられないよな。いや、やられたね。いや、やられたよ、これ。こんにちは。朝日奈さん、深さん、平気そう？相変わらずだよ。一向に出てくる気配もないし、それに、まだジェノサイダーがどうとか。だから置いてきちゃった。手に負えないから。あ、なるほどね。問題だらけで頭がいっぱいだから、ついでにお腹の中も埋めちゃえって。でもこれ食べ終わったらまた戻るから安心して。すごいね。あの狂気的殺人現場を見てあなたはご飯を食べるんだね。うん、その姿勢見習いたいよ、葵ちゃん。検品ならちょっと受け付けなさそうだけど。母ちゃん嫌なやつだけど心配は心配だもんな。ナチュラルに陰口言うやん、怖っ。いや、嫌なやつなんだ。また、いいやつかと聞かれたらちょっと難しいけどさ、返答は。でも、ナチュラルに嫌なやつって言うやん。めっちゃ言うやん。へぇー。怖ー、女子。ねえ、怖くない？まっすぐでいい子ですよ。これを、まっすぐでいい子という風に捉えるな。もう、お前は、落ちてるよ。術中に。ハマってる。朝日奈葵の術中にハマってるよ。だって、目つむってご。目つむって、この言葉だけ聞いてみなよ。ごめん、目つむった？母ちゃん、嫌なやつだけど、心配は心配だもんね。目開けてご。どう思った？
どう思ってめっちゃ嫌なやつじゃなかった。めっちゃ嫌なやつ。ビジュアルに騙されるなって。もうダメだよ。心の目で。心の目で見るんだよ、そうやって。あれ、ちょっと、暗いよ。あらになっちゃう。もしくは、マジで裏表がない。思ったこと全部言っちゃう。ちょっと嫌なところがあるか。まあ、天然タイプか。ダメだ。みんなダメだ。ダメだ。この容姿に騙されちゃダメ。まあ、確かにね、ナイスバディで、まあ、かわいいし、ナイスバディで、小麦色の肌でナイスバディだけど、ダメだよ、これに騙されるようじゃ。もう、花だと騙されるよ。ドーナツに決まってるじゃん。ドーナツ。もしかしてあれ、あの、穴が開いてるから実質カロリーゼロみたいな、あの理論？うん。決まってんの。私、ドーナツと宇宙を作ったって点だけは、神様を認めてるんだよね。あ、一瞬入ってこなかった。なんかすごい怖い宗教の人なのかと思っちゃった。神様とか言うから。あ、そこ、ドーナツがクソ好きってことを言いたいの。めっちゃ回りくどい言う方するよ。あ、なるほどね。水泳は入らないの、そこに。ドーナツと宇宙と水泳を作ったって点だけじゃないの。あ、そう。なるほどね。あー。そうなんだ。うん、確かに。宗教の人は歯がくれ。それな、1億の水晶玉だからね。購入したの。しかもただのガラス玉だったからね。うん。ちさきちゃんも、もっとドーナツ食べたかっただろうな。無念だろうな。ああ、もっと藤崎ちゃんと仲良くしてればよかったな。うんな。そういえば、藤崎さんって誰と仲良かったの？それは。なんか彼女って不思議ちゃんで、あんまり女子とは仲良くしなかったんだよね。ふーん。まあまあ、でも、女子とは仲良くしない女性もいるんじゃない？ね、全然。ケンピもまあ、友達あんまりいなかったし。まあ、そういうタイプもいると思う。うん。うん、ケンピとか。ね、ケンピが言う前に打つんじゃないよ。ケンピとかなって。ちょっとね、そう、ケンピだよ、それ。なんていうか、向こうの方から私たちとは距離を置いているみたいで、まあ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 、ケンピとかな。うん。そういえば、大神さんも言ってたっけ？大神さんや朝比奈さんがトレーニングに誘っても、藤崎さんは断り続けてたって。そうなんだよね。そうなんだよね。しかも私たちだけじゃなくって、女子のみんなと距離を置いているみたいだった。男子とは？ただの人見知りかもしれないよ。うん、ね。でも、その割には気軽に男子に話しかけてたよ。あーね、同性には人見知りで異性ならオッケーって、おかしくない？あ、待って、もしかして男にチヤホヤされたいっていうタイプだったのか。もう人は見かけにやらないっていう法則によれば、すごい言うじゃん。怖いよ。狂気的に見えてきたよ、葵ちゃん。あなたの目が怖いよ。私ちょっと朝比奈ちゃん怖いかもしれない。怖い、やだよ。あー、ちょっと目に光がないから怖いなぁ。朝比奈葵ちゃん、どこにチヤホヤされたいってタイプだったのかも。めっちゃ嫌いじゃん、ちーちゃんのことね。え、そうだよ、死人ディスってんだよ。相当だね。もうやばいやばいやばい。見た目は見た目によらないって、お前もだよ。本当に怖いよ。めっちゃ言うやん、天然キャラじゃなかったのが。あの彼女はとてもそんなタイプには思えないけど。いや、ちょっと怖いわ、朝比奈ちゃん。敵にすると怖いタイプの女子かも。ん？僕も巻きつかれて、え？思い切っちゃう。って、早くない？全然犯人分かってないよ。え？マジか。お待ちかねの学級裁判を。うん。ではでは、いつもの場所に集合お願いします。学校エリア1階にある赤い扉にお入りください。うぷぷ。じゃあ後でね。本当に言ってる？始まる。学級裁判が始まってしまうんだな。本当に言ってんの？待ってよ。全然わかんない。前回もそうだった。ちょっと大きくするが、ご機嫌だからね、こっから。今だって分かったことといえば、整理すると、
その、トウコちゃんがジェノサイダー症かもしれないっていうのが有効なのと、ジェノサイダー症狂に入ってる。もう入信してると言っても過言ではないのが、トガミ。クソ怪しい。ジェノサイダー症万歳みたいな。大好きでしょ？うん。で、多分この二人がなんか関係してって、どうやら、ジェノサイダー症の殺人に見せかけようとした。多分トガミが。みたいな雰囲気はある。けど、模倣しきれてない。ハサミで刺したりね。なんなり、できてないので、犯人は別にいるんだ。うん。ただ、その死体を、本当か、その死体を、いや、これジェノサイダー症にしてえなって思って、トガミが死体を吊るし上げた。あの、この延長コンセントで。そんなことする？高校生におよそできることだとは思えないけど、そうともしか、つじつまが合わない。で、ちいちゃんはどうやら男。で、殺人はどうやら男子、更衣室で起こった。となると、一気に怪しいのが、男子が犯行に及んだ。で、男子更衣室で殺人をした後に、女子生徒手帳を、死人の女子生徒手帳がカードケースのところに入ってたから、それを使って、女子の方を開けて、そっちに全部死体を移動させた。で、それを見た戸上くんが、ちょっとジェノサイダーショーっぽくしようって言って、ジェノサイダーショーっぽくした。そういう流れだろうなー。ただ、犯人はわからん。全然わかんない。え、絞れんのこれ。やだな、行くの。ごめん、本当にわかんないわ。まあ、でも、始めてみよう。顔色がおかしい男がいたら、そいつが犯人だ。うん。それで行こう。さてさて。みんな揃いましたか？で、あれ？ん？一人足りなくない？え？そいつが犯人だ。そいつが犯人だよ。そいつ、誰だ？誰？そいつだ。ピャキャもいる。スイマもいる。誰？誰？誰なの？誰が、そいつが犯人だ、きっと逃げたんだ。誰だ？ねえわ、深川。トウコちゃん、カワって覚えてないか。冗談だって忘れるわけないじゃん。深川さんは今回の和球裁判には必要不可欠な存在ですね。しょうがないな。で、僕が無理やり引きずって連れてくるから、ちょっと待っててね。うん。その言葉通り、深川さんがモノクマに引きずられてやってきたのはその数分後のことだった。怖いな。本当にジェノサイダーなのか。嫌だって言ってるのに、ゆりこの引きずるなんて、ひどいひどいわ。これで全員集合ですね。じゃあ正面に見えるエレベーターに乗ってさっさと裁判所に行きましょうか。僕は一足先に行ってるからね。行くぞ。では向かおうとしよう。藤崎千尋を殺した犯人の正体を暴き、藤崎さん、藤崎千尋さん、優しくて穏やかで弱々しくて、それでいて誰からも憎まれないような彼女、そんな彼女を殺した犯人、本当にわかんないな。本当にわかんないね。林家ついた、冷や汗かいてるやつ、いなかった。誰なんだ、その犯人はこの中にいるんだよな、僕らの中に。じゃあ話、怪しいやつに話して。あれだけヒートをやったんだ、せいぜいいい推理を見せてくれよ。うん、まあ、男に話しかけるかな。他のやつなんだってあんなに嫌がってんだ。うん、みんな普通だな。焦って、あ、って拾った。三次元にしてはなかなかの逸材でした。まあ三次元ってだけで、しか笑いもんですよ。オタク。なんか、様子がおかしいやつだよ。今回は、犯人の目星も全くついていないわけだが。なんとかなる。正義は必ず勝つのだ。那覇兄弟。いつの間に兄弟に。なるほど。今、顔色悪いの、
ひふみんが一番顔色悪かった。覚悟決めて、ゆっくり。あ、ちょっと怪しいんじゃない。そう、冷や汗かいてんな。どっちかじゃない。どっちかだよ、怪しいよ。ほら、こいつ冷や汗かいててさ、ハガクレ、ヤスヒロでもって、なんかまあ、でもなんか3次元にしては惜しいって言ってたよね。なくすのは惜しい逸材だった。ハガクレかこれまで散々推理してきたのに、すべてを無視する。顔色が一番悪いやつが入る。はかくれ。いや、汗かいてんな。はぁ。ありがとうございました。全然犯人わかんない。困っちゃった。